松村塾のカズです。今日のテーマはですね、社会人枠はこの対策が必須、人気自治体を上位合格する受験生が実践していることについて解説していきます。今はね、時間があって、でその時間があるうちにですね、面接とかエントリーシート対策する上でこの視点を踏まえてきちんと対策していけば上位合格すら狙える、そういった対策法についてしっかりと解説していきますので、ぜひ聞いてください。まずですね、社会人枠ってこれだけの対策が必要ですよということを解説していきます。まず丸1番 SPI 試験などの筆記対策ですね。で次に丸2番エントリーシートおよび経験者論文対策です。特に社会人枠になるとエントリーシートを書くだけじゃなくて、神奈川県だったら経験者論文書かないといけないですし、あと神戸市とかね、福岡市福岡県とか、そういったところも自分の経験がどのように活かせるかっていう経験者論文を固めていかなきゃいけないんですよ。ここが特に社会人枠にとってはですね、社会人枠の受験生にとってはですね、結構負担が重い。特に経験者論文って具体的に自分の知識、自分の実務能力、それを活かして他者ではない自分だからこそ、その行政においてどんな貢献ができるかっていうことを具体的に1000文字以上で書かなきゃいけないので、この丸2がね、特にこう負担重く感じるところがあるかなって思います。で、あと丸3番面接対策ですよね。でこれやっぱ特に丸2と丸3どうやって対策進めていけばいいのかっていうところを皆さんすごく疑問に持ってると思うので、今日はここを重点的に解説していきます。ちなみに丸1番についてはですね、エクシア出版で受かる面接落ちる面接っていうその企画もやっておりまして、でそこで私 SPI 自分なりにその対策法なども後日エクシア出版にアップされるチャンネルで解説したりしてるので、ね、またそういうところも見てほしいかなと思います。はい。で、この、丸2、丸3、まず対策進めていく上で、もう、とにかくこれが大事です。志望理由、自己 PR、挑戦したい仕事、これら3つをしっかりと固めておくことが大事になってきます。で、この3つです。志望理由、自己 PR、挑戦したい仕事、これがガチッと固まってないと、面接まで進んでいった時に、まず志望理由、これが、曖昧だったり、こう、ぐらついてるものだと、あなたは本当に今の仕事辞めてまで公務員になりたいのかっていう熱意が伝わらない、あるいはこう論理的に納得できないものだったりして、ずっと本当に公務員になんでなりたいのっていうところを追求されたまま、あなたがアピールする時間が与えられなくて終わっちゃったりします。で、さらに自己 PR です。自己 PR については自分のその能力がどのように役立てられるかというアピールポイントになるので、ここがぐらついていると、そのあなたが公務員になりたいっていう熱意伝わるものがあっても、じゃあ本当に社会人枠として我々が求めている仕事をあなたができるのかっていうところが納得できない、だから合格上げられないなっていう状況に陥るわけなんですよ。で最後にこの3つ目、第一、挑戦したい仕事です。挑戦したい仕事で、ここがですね、例えば志望理由も分かってる、分かる、理解できるものになると、で自己 PR もすごくあなたは仕事ができてると、であと挑戦したい仕事でちょっと行政が本当にこれやるべきことなのっていうことを的外れなこと言っちゃったりすると、あなたは本当に公務員の仕事が向いているのか、でここで適性が疑われて落ちちゃうわけなんですよ。例えばその志望理由、自己 PR どれだけしっかりしていても、挑戦したい仕事 で私はその金融業の経験を生かして直接事業者の方々に対してその事業計画の策定支援やっていきたいと、そういうことを思いますって言っちゃったりするとですね、でそれってその市役所職員として力入れていくべき項目じゃないから、本当にそれなりたいんだったらあなたは現職の金融業を続けた方がいいんじゃないの、あるいは商工会議所とかに入って経営指導員として活躍するとか、そういう道の方があなたには向いてるんじゃないのって言われちゃったりするわけなんですよ。だからこそそのちゃんとね、行政で自分の志望している機関がどんな仕事やってるのか理解した上で、挑戦したい仕事、特にこの行政が、あなたの志望している行政機関が力入れてる項目と、私が挑戦したい仕事も合致してて、自分の知識と実務能力がこれだけのことを貢献できますよっていうことを言えるように、ちゃんとね、固めておく必要があるんです。ね、この特に3つ目が結構最近社会人枠だと神戸市をはじめとしてもうエントリーシートの段階で挑戦したい仕事を書かせるところ多かったりしますのでね、これちゃんと固めておくことが大事ですね。はい。で、まず志望理由から解説していきます。志望理由は社会人の場合は
あえてこのタイミングで転職するという理由ですね。そこをきちんと考慮して作る必要があります。例えば学生時代のことがきっかけでずっと公務員になりたいなって思っていたけれど、その新卒の時に試験落ちちゃってて、あるいは新卒の時あまりにも筆記試験のその負担が重くて諦めて、でしばらく社会人勤めてたっていう方だと、学生時代のこういうきっかけがあって公務員になりたいと思いましたっていう理由だけでは、じゃあなんであなたはあえて民間行ったのっていうところが説明できなくて、面接官から追及されるわけなんです。だからこそですね、学生時代のことから公務員に関心を持ってたと。で、だけどその数年間民間働いてて、あえて公務員を受験するっていう場合はですね、なぜあえてその社会人になった今なのっていうところをきちんと説明できるようにですね、学生時代から公務員になりたいっていうそのきっかけも持っていると。で、さらにその社会人としてその仕事だったり、あるいはプライベートを通して公務員になりたい考えが強くなった経緯、これをきちんと説明すると納得できるものになったりしますので、そういった視点を踏まえて絞りを作っていくっていうことが大事です。でその面接官からなんで公務員になりたいんですかって言われた時にですね、学生時代にボランティア参加した経験があって、でやっぱりその公務員になりたいって思いがあって志望しましたっていうと、じゃあ新卒の時なんで公務員にならなかったのって言われちゃうのでね。でやっぱそのなんであえてあなたは公務員になりたいんですかって、その社会人の3年目とか4年目で言われた時は、その学生時代からこういったきっかけがあって公務員になりたいっていう考えは強く持っておりましたと。ですがその新卒の時はこういった考えがあって民間に入ったのですが、民間での仕事を経験する中でさらにこういった経緯があって、やはり公務員として自分の社会人の経験も生かして貢献したい、そういう思いが強くなったことから私は今回応募しましたとか、そういった経緯説明できると面接官としてもスッと入ってくる、納得できるものになったりします。はい。で、あと社会人になってから初めて公務員を志した場合はですね、そういった仕事とかあるいはプライベートで公務員になりたい考えが強くなった経緯を説明してもらえれば、それで普通に面接官は納得できるものになったりします。で、ただ地方公務員の場合はね、あえてその志望した自治体を選んだ理由を説明することが大事なんですよ。で、ちょっと順番にね、その志望理由を作っていく上で説得力ある項目から説明していくんですけど、実際にその地域とつながりがある、例えばそのもともと私はその地域に暮らしていて愛着がある、その地域の高校に通っていて愛着がある、大学にも通っていて、でその地域で暮らしていたことがあるからこそ実際に暮らしやすい環境に惹かれてこの地域に住民とも結びつきがあって愛着があるとか、そういったものはね、きちんと説明してもらえれば説得力あるものになったりもしますし、あとはその地域で活動していて愛着が深まった経緯があると、例えばあなたが実際に住んでるとかいうわけじゃないけど、日頃から地域の活動に参加していて、その地域の市民の方々と交流する機会もあって、でその表面上の魅力だけじゃなくてですね、表面上っていうのはホームページとかで発信されてる魅力だけじゃなくて、自分が地域の方々と関わってるからこそこういった魅力を肌で感じたと、でそういった経緯があって愛着が深まっていった経緯があるっていうものがあったら、あえてその自治体を選んだ理由説明に加えることができますね。はい。で、さらにその3つ目ですね、例えばその業務説明会とか参加した中でその志望自治体だからこそ惹かれる組織風土があるということですね。はい。特に政令指定都市だと実際にその職員の業務説明会参加したりするとですね、その結構チャレンジ精神あふれるですね、こうベンチャー精神あるような、そういった自治体っていうのも一部あったりするんですよね。でそういった職員の方々が働く姿勢実際に見て、感じてここの組織風土いいなと思って志望したっていう理由がある場合はですね、そういった理由も組み合わせていただけると十分あえてこの自治体を選んだ理由説得力あるものになります。で、最後がですね、よくその参考書とかにも出ているようなその志望自治体の施策方針に共感した理由を作ることになりますね。でこれ一番その優先順位低いのがですね、そのやっぱホームページ上で得られる情報を組み合わせるだけではですね、実際に行動が伴っているわけじゃないので、その説得力という点では劣るからですね。
ですけど、そのいろんな自治体併願している中で、この 1,2,3 この3つの上3つの項目全部満たすことは難しいと思うんですよ。でその時はですね、その自治体ならではのその力入れてる取り組みとか、そういった特色とか踏まえた上で、私はそういう取り組みに力入れてるこの自治体の方針に共感したことから、この地域に根ざして生涯尽力したいという思いがありますので志望しましたと、そういう理由を作ることになりますね。はい、なので、ここ 1,2,3 全部でまあ4項目、私今説明したんですけれど、特にあなたが使える項目があったらね、それらの項目組み合わせて理由を作っていただけると説得力あるものになったりします。なのでね、やっぱ例えば社会人の方だと、私は実際に学生時代その A 市に暮らしていて、 A 市の住民の方々とも関わったりしている中で、この地域はものすごく住みやすくて暮らしやすいということを実感して愛着が深まっていきましたと。で実際にその業務説明会参加した時も、その職員の方々がその積極的にこの地域のために頑張っていこうというやる気あふれる、そういった働く姿勢というものを感じて、他の自治体にはない良い組織風土を実感したことから、私はこの自治体だからこそ働きたいと思って今回応募しましたとか、そんな感じでこの1番目と3番目組み合わせて説明したりとかもできますので、ぜひ参考に志望理由作ってもらえればいいかなと思います。はい、であと自己 PR ですね。自分の強みがどのように活かせるかというところですけれど、社会人の場合はですね、年齢に応じた PR になっている必要がまずあります。例えばその第二新卒の方だったらね、そのやっぱ基本的にできる仕事ができるように、自分がわからない知識とかそういったところもきちんと整理していった上で、その計画的に学習しながら、その責任のある仕事が任せられるように実力をきちんと高めていけたと。で実際にその難しい仕事投げられたり、課せられたりとかしても諦めずに取り組んでいったとか、そういったエピソードは使うことができたりします。ですけどね、その年齢を重ねていくにつれて、そういったエピソードをそのまま使うことはできなくて、もっとやっぱこう難易度の高い仕事を割り当てられてもできるように、特に自分一人で何か成し遂げるじゃなくて、周りの方々と協働してリーダーシップ発揮して、上司として後輩の方々と協力して成し遂げていくとか、そういった仕事が徐々に年齢を重ねていくと求められるようになっています。はい、なので特にこの社会人の場合はですね、窓口で親切な対応ができるだけでは弱いのでね、ぜひともその主体的に周りの職員、顧客、取引先を巻き込んで調整して目標を達成していった経験とか、こういったものが望ましいかなと思いますね。たとえ窓口対応でいつも決まりきったことをやっていたりとかしてもですね、これまでの仕事を振り返って、自分なりにより成果上げられるように少しでも工夫をしたとか、そういった経験がないかしっかりと分析をしていった上でですね、その単に顧客に対して親切な対応をやっていきましたっていうエピソードで集結することなくですね、で自分が主体的に創意工夫して成果上げていったと。で特にその一人で全部こう成し遂げて完結したとかじゃなくて、必ず周りの方々の了解を得たりとか、協力を得たりとか、あるいはその顧客との折衝があったりとか、そういったものを踏まえていって目標を達成した経験があれば、そういうエピソードを重点的に話してもらえた方がですね、採用側にとってよりあなたはね、その主体的にこれまで社会人として能力を高めてきたんだなっていう、そういった経緯が伝わって魅力的なエピソードになったりします。なのでね、その自己 PR 社会人になって、こうちょっと寂しいなって感じる事例がですね、その私は親切に対応していく力がありますと。でこれまでの窓口においてもいろんな、お客様が来る中で、その分かりやすく、自分たちの会社のサービスについてお伝えしていって、でそのお客様が満足していただけるように対応しましたと。でこの経験を生かして市役所の窓口対応でもきちんと私は対応していくことができますっていうと、ちょっとその臨時職員の方々とかが最近だと窓口対応も多かったりとかもするんで、あえて正規採用であなたを取るその強みっていうところがそれだけだと弱いなって感じたりするんですよね。だからこそですね、やはりそのあなたが社会人として、こう頑張ってきたエピソードですね、そのやっぱ自分自身がその組織的にこういう課題があったりするから、
このままじゃいけないと思って、でまず上司に対して働きかけて、みんなで話し合う場を作って、こういった意見を私が提案して、で反対する人がいたりとかしたら、その意見も踏まえた上でこういった折衷案も提案したりして、で周りの人たち納得した上でこの企画を、実施してた結果、こういった成果上げられましたとか、まあ、そういった経験を生かして、その市職員としてもその相手方の立場を踏まえて、調整等も円滑に進めて事業を進めたいですとか、まあ、そういったアピール話せる方がですね、やっぱこう聞き手にとってね、あなただからこそ正規採用の職員で働いてほしい強みが伝わるものになったりしますね。はい。であと30代の中盤以降はですね、特に組織を統率するマネジメント力、これが重視されますね。でそのプロジェクトを遂行する際に、一人でこうやり遂げていったよって、こうバリバリ営業経験あってノルマ達成できたよっていう、そういうのだけじゃなくて、部下などと連携して一緒にその部署内の成果上げられるように頑張って成し遂げていったとか、そういったマネジメント力を問われるエピソードをその重点的に話した方が、あるいはエントリーシートを記載した方が、よりあなたを採用したいっていう、やっぱこう強みが伝わる内容になったりします。はい。であと挑戦したい仕事ですね。はい。ここが曖昧になっていて激甚する人が多数です。はい。その志望する自治体の重点施策ですね、これを十分考慮した上で自分が力を入れて取り組みたい分野を明確にすることが重要であります。でここで挑戦したい仕事が的外れなものになっているとですね、採用側はあなたを採用するメリットを明確に見出すことができないんですよ。例えば私はその貿易事務に関する仕事をやってきましたと。で貿易の実務に関する知識などもしっかりとありますので、その例えば、県内の事業者の方々が輸出とかそういった手続きしたいってなった時に、私は相談に応じることができますとか、でそういった仕事に挑戦したいですっていうと、それって県として力入れたい仕事ではないので、あなたを採用してもどんなことをやりたいのか、どう貢献できるのかっていうところが、ちょっと県だとあなたのやりたいことと違うよねっていう話になって、そのまま圧迫気味な雰囲気にこう面接で追求されちゃって撃沈するっていうことがあるんですよね。だからこそこの挑戦したい仕事をしっかりと県の施策を踏まえた上で固めていくっていうことが大事なので、その将来ビジョンとか総合計画、総合戦略とか予算編成方針、施策方針、あと広報です。こういった資料をしっかりと読み込んでですね、志望する自治体がどういう取り組みに力を入れていきたいのか、そして具体的に職員としてどんな業務を行っていかなきゃいけないのかということを明確に理解した上で固めておく必要があります。はい。なのでこう根拠を持ってね、具体的に貢献する考えを持つことが大事でして、そのまず悪い事例から説明するとね、IT 活用してその防災力高めていきたいですとか、だからそういうのは NG ですね。なんかまるでこう IT が魔法のようにね、それ IT 使って、最近だとドローンとかそういうのも使って危ないところでその情報収集したりとか、そういう話もよく聞くんですけれど、例えばあなたが営業やってたりとか事務とかやってて IT 経験して防災力を高めていきますっていう考えだけだと、本当にそれあなたが挑戦したいって言ってても、そのあなたの IT の知識ってそこまであるのって言われたりもしますし、あとはその IT 活用して防災高めていきたいっていう抽象的な考えだけで終わっちゃうと、本当にその地域の特性だったり社会情勢理解しているのかっていうところも疑問に感じたりするんですよね。でこうやっぱね、その社会情勢だったり地域の特性理解した上で、そのきちんと考察を述べられている回答っていうのが次の2つ目でして、今その外国籍の住民の方ってすごく増えています。大都市なども中心に全国的にですね。でやっぱ外国人が増加している、そういう状況も踏まえた上で、外国人が参加できる協調体制を築くことに重点的に取り組んでいく必要がありますとか、まあ、こういう挑戦したい仕事を話したりとかするとですね、地域の特性とか社会情勢の変化をきちんと踏まえて具体的に何がしたいか見えてきます。でまたね、 IT という専門分野と異なっていて、あなたが事務とかやってる場合は事務などの経験も踏まえてですね、そこで発揮した調整力等も活かして、こういった外国人住民が増えている状況も踏まえて、そういった方々が取り残されない協調体制を築くことで、より防災力ある街を築いていきたいっていう、そういう挑戦したい仕事を述べることによってですね、よりあなたがきちんと考察力がある、そして地域の特性、社会情勢も読み込んで自治体として
して求められている必要なことを自分の強みを生かしてやりたいということをちゃんとアピールできるんで面接官に刺さるわけなんです。でこういった考え方をエントリーシート固めたりとか経験者論文固める段階でしっかりとね、こういった考えをね、対策してね刺さるように内容を固めていってほしいかなと思いますね。はい。であともう一つの事例が金融業の営業経験してると、でそれ活用して事業者を直接助けていきたいっていう、まあ、こういうのを書いてる人もいるんですけど、それだけじゃ不十分ですよね。まあ、それって今の仕事と変わりあります？あえて行政マンになる意味理解してますか？っていう話になるんですよ。でやっぱね、こう既存の産業支援策における取り組みを自分の強みを生かしてさらに効果的なものにするという説明ができればですね、あえてその行政マンとして挑戦したい仕事も明確に話すことができるので、そういう仕事を挑戦したいんだったらあなたがまさにその転職して、うちの市役所で活躍する意味があるよねっていうことを伝わったりするんですよね。例えば既存の産業支援策をより効果的なものにするというとですね、私がその勤めていた石川県の能美市にもですね、石川県が運営しているインキュベーション施設、新たにその新規開業をしていく方々がその入居できるような施設があったりするんですけど、入居率低迷していることがあったんですよ。なのでそのとあるね、優れた N さんという職員の方がですね、このままじゃいけないと思ってインキュベーション施設内の企業をきちんと訪問して、段階に応じてどういう支援が必要なのか、どういう会社とのマッチングが必要なのか、そういったところをきめ細やかに支援する体制を作ることによってインキュベーション施設の入居率を大幅にアップさせたという事例があったりするんですよ。で自分のその営業経験も生かして、その既存のインキュベーション施設、市が運営しているもの、県が運営しているもの低迷したりとかしていたら、そういったところの入居率を改善するために自分の強みを生かしてこんなこともやっていったりしたい、あるいはそういった事業者側のニーズを踏まえた上できめ細やかに支援していく体制というものを専門医の方配置して拡充していく、そういう取り組みをやることによってより効果を上げていきますとかね、こういう話できたりとかすると、金融業の営業経験生かして事業者直接助けていきたいって言ってる方よりも、あなただからこそこういう仕事挑戦できるんだよねっていう具体的なイメージができたりするわけなんです。はい。なのでね、ぜひともそのやっぱ県が取り組んでる産業支援策とかそういったところ、あるいは市が取り組んでる産業支援策踏まえた上で自分の強みを生かしてさらにこういう取り組みを効果的なものをやっていくんだとか、そういう話が具体的にできれば、さらにね、面接官にとって魅力的なものになりますし、そういう取り組みを行う上で営業時代に培ってきたこういった力を生かしてこのような形で事業を推進していきますって話せればね、もうがっつりとその面接官に刺される内容になったりするんですよ。はい。なので、これまで説明したことをね、しっかりと固めた上で、その他の対策進めていくっていう流れが一番いいと思いますね。他の対策っていうと、面接対策です。自己 PR の深掘り、長所短所、苦手な人とか、そういった定番質問あるので、そういった対策も進めていくことが大事になります。だけど、もう何度も言うんですけど、これまで説明した志望理由、自己 PR、挑戦したい仕事、これら3つの内容が曖昧だと、面接官は根本的に公務員になりたいのか納得しない、あるいはミスマッチが生じると心配してしまいます。なのでその次のこう長所短所とか苦手な人とか行く前に、面接官ここ納得できない内容だと本当はあなた根本的に公務員になりたいのか、なってもうすぐ辞めちゃうんじゃないかとか、そういうところ心配になっちゃって追及されるんで、そうならないようにまずはこの説明した3点固めてほしいかなと思います。はい。で、今の時期ですね、時間があるうちに定期面談を行って、しっかりとその経験者論文の内容とか、エントリーシート固めていく長期コースとかも用意してますので、またそのサポートをしてほしいなっていう方は、概要欄から問い合わせていただければと思います。で、今日の講義は以上となりますので、ありがとうございました。